関谷の秋長寺は、ひそか山八家族の多年層。茎は四角形で直立し、高さは三十から百センチメートルになり、ごく細かい毛が生える。葉は耐性し、葉芯は長大円形、または長大円状狂乱形で、長さ五から十五センチメートル、幅二から五センチメートルになり、先は鋭く尖り、円には低い巨子があり、基部はくさび型になって短い傭兵に流れる。 葉の裏面には細かい毛が生える。下記は9から10月。茎先及び上部の葉液から中酸過剰を出し、長さ1から2.5センチメートルになる。花柄の先に青紫色の花を多数つける。花柄は細長く、毛はない。額はやや神経で、上唇は3列、下系は2列し、上唇の裂辺は非神型で先は鋭く尖る。 果敢は、長さ16から18ミリメートルになる二神経で、頭部は長く、上唇は反り返って、浅く4列し、下唇はボート型になり、前方に突き出る。有髄は4個あって、内2個が長く、髄は1個ある。果実は4個の平滑な文化からなり、長く伸びた額に包まれる。染色体数はニエヌイコール24。日本固有種。 本州の関東地方及び中部地方に分布し、産地の木陰に生育する。和名、関谷の秋長寺は、関谷の秋定寺の意で、箱根山の秋定寺の意味。関谷とは、関所のことで、この場合の関所とは、箱根関のことであり、1875年に、マキシモビッチが現在ではシノニムになっているプレクトランサス。 ロンジェトゥーバスバリエーションイフーゼスを記載した際のタイプ標本が1862年に箱根で採集されたものであり、同族の秋長寺に似ていることによる。秋長寺は秋定寺の井で秋に花が長寺型に開くことによる。牧野富太郎による命名である。種商名イフーゼスは非常に開いたバラバラの非常に広がったの意味。 同族の秋鳥子、ソドン・ロンジェ・トゥーバスに似る。本種は、果女の筒が小さく、花柄が細長く開け出して、長さ1から2.5センチメートルになり、果女の幅が広く、花柄は、無毛、額の上唇の裂片が、肥心型で、えっと、頭になる。一方、秋鳥子は、果女の筒が歯型になり、花柄は、長さ1センチメートル以下で果女の幅が狭く、花柄に細毛が生え、 額の上唇の裂片が短く鋭頭となることで異なる。また、本種は、溶液から出る果剰は、多数ううあり、主形の果剰の大きさとほぼ同じであるのに対し、秋長寺は、溶液から出る果剰は少数で、主形の果剰より小さい。また、本種の分布地は、愛知県伊東の中部地方及び、関東地方であるのに対し、秋長寺の分布地は、本州の岐阜県伊勢。 四国、九州である。ありがとうございます。